1813年の戦役の経過を示した地図。グロースゲルシェンの戦い、リュッツェンの戦いともはナポレオンが壊滅的な敗北を喫した1812年、ロシア戦役の後、解放戦争における初めての戦いであり、1813年5月2日、リュッツェン近郊の平野で正規した。ここに至るまでにロシアとプロイセンは1812年12月30日の、 パウロ県協定で、相互中立、1813年2月28日のカリッシュ条約で同盟を宣言しており、同年3月27日にはフランスに宣戦線し、4月5日には、メッカーンで、交戦状態に入っていた。1813年3月27日、プロイセンがフランスに宣戦線を布告したとき、ナポレオン一世はすでに、フランスで、 大砲350門を伴う15万名を招集していたほか、イタリア副王、ウジェーヌ・ド・ボアルネも、旧来の軍団4万名を率いてエルベ川で作戦中であった。ナポレオンは、春季遠征の開始にあたって4月16日、マインズに到着した。主力は、ハーナウに集結し、そこから、抗軍体系を取って6個の軍団に分かれ、作戦に向かう。 4月26日、ナポレオンはその本営をエアフルトに移した。続いて4月29日にナウムブルク、4月30日にバイセンフェルス、そして5月1日にはリュッツェンミータリ、その夜を1632年に戦没したスウェーデン国オーグスタフ2世、アドルフの記念碑の傍らで過ごしている。この露骨な歴史との関連付けは、フランスにおいてこの戦いが、 リュツェンの戦いと呼ばれる原因となった。4月末、フランス第6軍団は、経前に到着した。第4軍団は、ドルンブルクに至る。腕の元帥の第12軍は、ザールフェルト近郊、ナポレオンの本営並びに、トレビー族を率いるこの世部隊は、ナウムブルクの周辺にあった。イタリア副王の軍は、ジャック・ローリストン少将指揮下の第5軍団をもって、 ライプツヒの町を脅かし、同地で、フリードリヒホンクライスト中将を率いるプロイセン軍の文献隊と対峙していた。第三軍団の戦闘を進んでいたジョセフスワム、師団将軍の師団は4月30日、バイセンフェルスの近郊にあり、セルゲーランスコイ少将を率いるロシア機兵を、ポーザアンバッハの後方へと圧迫し、その町を占領した。指揮下の部隊と共に、アルテンブルクで、 連合軍主力の左翼を守っていたミハイル・ミロラドビチ、大将は、サイツに進軍し、交代してきた、ランスコイ少将のフザールを収容する。5月1日、プロイセンとロシアの部隊は、エルスター川とプライセ川の間で合流した。ロシア皇帝アレクサンドル一世と、プロイセン国王、フリードリヒビルヘルム三世は5月2日の早朝を二時、ボアナを離れて、 リ戦ツェンへの前進を進越するため午前4時30分に、ペーガウに到着する。ブルヒャ大将率いるプロイセン軍の右翼集団は、オアナからエルスター川を渡るべく、ドーレンへ向かった一方、ツイーテン少将の旅団とドルフス大佐の予備機兵旅団は、左翼で方向を転換し、ペーガウへと進んだ。下シュレーズイエン旅団は、シュトルクビッツで川を渡り、その後を、 ベルク白爵中将率いるロシアの不評軍団が続く。プロイセンのヨルク軍団に属するホルン旅団とヒューナーバイン旅団は同じくペーガウデーエルスター川を渡るためツベンカウからアウディガストへ向かう。アレクサンドル・トルマソフ大将率いる予備隊はフローブルクから主力軍の後を追った。ゲープハルト・レーベレヒト・フォン・ブルッヒャー大将。 両陣営とも敵軍の進髪と宿営について正確な情報を得てはいなかった。ナポレオンはその部隊をリュッセン周辺でおよそ10平方キロメートルにわたって分散した。偵察のための騎兵が不足していたため、ナポレオンは連合軍主力がライプツヒにいると推測し、5月2日にもイタリア複合指揮下の第5軍団、第6軍団と 第十一軍団をライプツヒに向けて進軍させる。ミシェル・ネーゲンスイは、フランス軍の右翼を援護するべく、指揮下の部隊を、グロースゲルシェン、クラインゲルシェン、ラーナと、カーヤの各村に配置した。すでに連合軍は、エルスター川東岸の南方にあり、バイセンフェルスからライプツヒへの街道を脅かしていた、ため、側面の確保は必要だったのである。ネーゲンスイの軍は5個。 師団4万5千名を数えた。テレルマン騎兵旅団は左翼を守り、マルション師団はひとまず予備として、モイヒエンへ向かう。ネイゲンスイは自陣を何に変えても保つよう命令される。フランス第12軍団がナウムブルクからバイセンフェルスに向かったのは5月2日になってからのことであり、もはや戦いには参加できなかった。ナポレオンは戦いが始まってから、 連合軍の重点的な集結地点を見極めると、主力と共に引き返し、戦いに間に合った。スワムシ団将軍は、ネーゲン水に代わってその部隊を指揮していた。これらは、正午の頃、その右翼を南方からブリュヒャー軍団に襲撃された。プロイセン軍は、当初、四つの村をすべて奪うことができたが、午後に入って、一進一退の戦いの後、撤退を強いられた。 クリュックス大佐の旅団は右翼から介入するツイテン旅団が来園するまでじりじりと交代して耐え抜く。スワム師団将軍はブレニエ並びにリカール領師団将軍の指揮旺盛な部隊を持って指揮下の師団を増強すると激しい反抗を開始した。ブルッヒャー大将はツイテン中将指揮下の上シュレーズイエン旅団を増援に送るよう強いられた。 シャルンホルスト少将その他のプロイセン軍の少将はクラインゲルシェンやラーナの激しい戦いに自ら加わっている。ドルフス大佐率いる予備旅団はその間にフランス軍のジラール師団に占領されていたシュターズイーデル村への攻撃を試みた。この攻撃ではプロイセン公シビルヘルムも指揮下のブランデンブルク強行機兵連隊と共に戦いに身を投じ、 シュターズイーデルである大隊を交代させている。しかし、フランス軍の主力から来園する部隊は増え続け、戦力費はナポレオンに有利となり、連合軍の総司令官、ビトゲンシュテ定ン大将は状況の主導権を失う。疲弊した敵部隊は、クラインゲルシェーンとケッツェンの間で、カーヤの戦いの帰結を待った。ナポレオン都市機関の部隊。年月日。 グロースゲルシェンの戦いの様子。アンドレア・ヨハン・フライシュマンの絵画。14時ごろ、シュターズ・イーデル付近の戦場に、マルモン元水率いる第6軍団の前衛が現れ、同時にナポレオンもすでに、プロイセン軍が侵攻していたカーヤ村に到来した。主力の到着後、これら4つの村に対する反撃が始まる。マルモン元水、ベルトラン師団将軍と、 マクドナル元帥の軍団が来る前、連合軍と対峙するフランス軍は4万5千名に、過ぎなかったが、ビトゲンシュテーン大将は、当初の数的優勢に乗じなかった。マルモン元帥は、今般、ボネル王子団将軍率いる配下の師団をもって、シュターズ・イーデルへの攻撃を開始する瞬間は、まだ来ていないと考えた。その間に、スワムシ団将軍は、 プロイセンドシア連合軍を各村から再び追い払うことに成功する。ブルッヒャー大将はヨルク中常指揮下の予備部隊を投入するまで失われたクラインゲルシェン、アイスドルフとカーヤの各村の奪還を果たせなかった。到着しつつあるベルトラン師団将軍率いるフランス第4軍団の右翼では16時頃にムシェルビッツの製方でモラン師団が到着し、 ゼーステン近郊で、ビンツゲローで中条の騎兵に援護されていたベルク軍団の左翼を攻撃した。17時ごろ、北東からマクドナルゲン水式下の第11軍団も戦場に到着した。ジェラールとフレシネ領将軍の手団は、マルクランシュテットを経由して、強行軍で連合軍の右翼へと前進し、ロシア軍からアイスドルフ村を再び奪還することができた。 17時30分頃中央で疲弊したプロイセン軍はもはや攻撃を続けられる状況になく、ロシア軍が指揮をせいな部隊を持って戦いに加わるべき時が来ていた。ビトゲンシュテーン大将は左翼がシュターズイーデルに展開するマルモン軍団によって新たな脅威にさらされていると考え、サンイコールプリエスト死者中将と社長スキー少将の手段を加えた。 オイゲンフォンビュルテンベルク中将指揮下の第に不評軍団にのみ反抗を許可した。今や右翼で、フランス軍と対峙していたのは、ベルク白爵中将の第一不評軍団と、ゴリツイン公爵中将指揮下の予備機兵軍団に属する集団のみとなったのである。18時30分ごろ、フランス側にイタリア服を率いる、さらなる増援が到着した。腕の減水の部隊なしでもナポレオンは、 午後には連合軍に対して12万5千名を投じることができた。このブニー・チン将軍指揮下のロシア的団兵軍団のライエンは遅きに死し、アイスドルフ付近でフランス軍に撃退される。スワム師団将軍によってモイヒエンから呼び戻された意気健康なマルション師団は中央で前進を命じられ、建物をめぐる戦いの末にクラインゲルシェンを奪還した。 戦いの中で負傷したブルッヒャー大将は戦場を離れねばならず、ヨルク中将がプロイ戦軍の指揮を引き継ぐ。奪い合いの続く四つの村の一体に、ナポレオンは完全な勝利を得るべくついにデュムースティエ、志願将軍指揮下のこの絵部隊を前進させた。古参この絵隊と新規この絵隊小族の十六個大隊が成功させた攻撃は、およそ八十門の大砲に支援されていた。 その晩の後半には戦場のほとんどはフランス軍が主中にしており夜を徹してプロイセン軍が確保していたのはグロースゲルシェン村のみであった連合軍は翌日も戦闘を続ける予定であったがビトゲンシュテ定ン大将は連合軍の参謀本部をベルベン村近郊の丘陵に招集した届いた報告によればローリストン少将率いるフランス第五軍団がすでに 大仏日に進行しており、連合軍は包囲の危機に瀕し、弾薬は残りわずかとなっていた。ビトゲンシュテインは、クロイッチュの士君のもとへ赴き、5月3日にアルテンブルクを経由し、ドレスデンへと撤退する許可を得た。ナポレオンは、どうしても必要であった勝利を得た。しかしその代わり損害は、非常に大きく、ナポレオンは、連合軍に決定的な打撃を与えるという、 主目的を達成できなかった。5月8日、連合軍はドレスデンから撤退し、エルベ川を渡って、シュレーズイエンへ退く。ザクセン全土は、再び、ナポレオンの支配下に入った。フランス軍の騎兵が不足した結果、追撃は行われなかった。ナポレオンはおよそ2万名を失った一方、プロイセン軍は8500名、ロシア軍は3500名の死傷者と、 行方不明者を出している。連合軍の損害は、騎兵と砲兵の効果的を効果的に運用した、おかげで波の程度に止まった。ヘッセンホンブルク公使レオポルトは戦没し、ゲルハルト・フォンシャルンホルスト中将も膝に銃弾を受け、手当の不足によって8週間後に亡くなった。グロース・ゲルシェンの戦いの後の晩、プロイセン国王フリードリヒビルヘルム3世は、 ロシア皇帝アレクサンドル一世と共にロシア軍の陣営を視察した。ここで王は兵士のようにロシア軍の習慣となっていたキエーラッパ後のコラール合唱を体験する。感銘を受け心を打たれた彼は1813年8月10日の内閣令でプロイセン軍においてもキエーラッパ後の祈祷を導入させた。こうして気栄ラッパはひとまず プロイセン王国内のみとはいえ、儀式的な意味を持つに至ったのである。パリのエトワール外戦門に刻まれたラートソンの名。戦いの記念碑、シンケルのピラミッド、ヘッセン・ホンブルク記念碑、ベルガーの破壊し、シャルンホルスト記念碑、シュターズ・イィーデルの記念碑。プロイセンの軍学作曲家、フリードリ・ヒビル・ヘルム・フォークとは1883年。 グロースゲルシェンの戦いを記念して、更新曲、ドイツ皇帝子の遺体を作曲した。これは、彼の66曲目の作品であり、プロイセンの陸軍更新曲集に AM、AM2-208 あるいは AM、AM3-67 として記載されている。ありがとうございます。